皆さん、こんにちは。夏です。今年もあと少しになってしまいましたね。本当にたくさんの方々に今回も今年もたくさんビデオ、動画をご覧いただいて本当に嬉しいです。チャンネル登録者様もどんどん増えていっていただいて本当になんか一人ではこんなにできなかったなって改めて考えています。本当に今年も一年たくさんの方々にご覧いただいてありがとうございました。 ええと、まあ、今日はね <laughs>、パッチンピンを仕上げていきたいと思います。もう何言いたかったかもうわかんなくなっちゃった <laughs>。ええと、まあ、思い出しながらゆっくり喋っていこうと思いますので、よかったら聞いてください。音声嫌だなと思う方はぜひ聞いてください。あ、いや、あの、切ってください。ごめんなさい。ええー、と、前回、ここがっちり止めるって言って、そのままほったらかして、2日間、しっかり、 固めましたこれでもう動きませんで今日はちょっとこの花びらをねもう少しふんわりさせたいなと思うのでそこをちょっとずつ詰めていこうと思いますでうんとまあねちょっとずつちょっとずつ詰めていくだけなんですけどねあとはピン留めを接着しようかなと思っていますえっとね接着剤ってみんななんかこう ね、いろんな接着剤使ってると思うんです。で、なんだろう、何を基準に選んでいるのかなって、つまみ細工用ボンドって書いてあったとか、まあ、接着剤つまみ細工用って書いてあったから、つまみ細工の専用だと思って、これ買ってきたんですっていう、ね、私のサークルにもそういう方すごく多いんですけど、うんとね、接着剤を使うときって、 用途ね、布なのか紙なのか木なのか金属なのかガラスなのかとかそういう用途も確かにそうなんですけどちょっとね参考にしてほしいことがあって接着剤の強度っていうのをね何で基準にして作ってるかっていうのもあるんですよよくあのこういう金属とね金属をつけようとかプラスチックは本当に物がつきづらいのでこういうものをひっつけようとすると みんななんか瞬間接着剤が一番つくんじゃないかって思ってるかもしれないんですが、実は瞬間接着剤っていうのは、引っ張るときの引っ張り強度の種類が多いんですよね。どういうことかっていうと、これとこれをこういうふうにくっつけました。くっつけたよ。これは、例えば、下に何キロの重りを下げた。要は、こういうふうに引っ張る力。 ね、ここからこういうふうにしてここは固定して下に引っ張るよってそういうここを引っ張る力がどのくらい強いかっていうことを、えー、言ってる接着剤ってものすごく多いんですよね。これを引っ張り強度って言うんですけど要はこことここをつけましたつけた時にこれピン止めは下に引っ張る力これは上に引っ張り上げる力。 要は、こういうふうに引き離そうとするときに、どれだけの強度を持つかっていう、そういうことを強度で表している接着剤って、瞬間接着剤ってものすごく多いんですけど、引っ張り強度、この強度に強いからといって、他の強度が強いかっていうと、あくまでもそうではないんですね。例えば、寒暖差。 あったかいところ、寒いところ、繰り返すことによって、収縮と膨張を繰り返しますから、それでできる歪みの強度とか、あと、この力には、ものすごく強いんだけど、じゃあ、こういう衝撃にはどうなのっていう。わかるかな引っ張る、この、ぐっと引っ張るものには、強いんですけど、衝撃、バーンって当たった時の衝撃。これは、 ぐーっと力があって、引き離されるっていうんじゃなくて、圧倒的な力でパンって一瞬で力を受けるもの。こういうものはペリってすぐ外れたりしますよね。あの、よくね、なんだろう、ブローチピンとかで起こりやすいんですけど、ブローチピンに瞬間接着剤でくっつけたのに、ポロンって外れてしまったっていうのは、この衝撃の強度が弱い接着剤っていうことなんですよ。 だから、えっ、ー、と、引っ張り強度だけじゃなくて、この衝撃に対する強さっていうのも、接着剤を使うときに、ちょっとね、見たらいいなって思う強さを調べる方法の一つです。まあいいや。<laughs> 詳しくは、えっ、ー、と、またどっかで出していきたいと思いますので、そっちを見てください。<laughs> 今日は、なんかちょっとそんなことまた喋ったらまた終わっちゃうのでね。<laughs> えっと、今日は、 あ梅、梅の花びら埋めてた途中だった。また喋ってたら分かんなくなっちゃうね。ちょっとずつこれ、こういうアンバランスな状態でね終わらないように、ちゃんと埋め始めたんだったら最後まできちんと埋めていきましょう。えっとね、ちょっとずつちょっとずつ上に上げてって、ふんわりした梅を作ります。接着剤はもう本当にいっぱいあるからね、何選ぶかっていろいろですよね。うん ちょっとずつちょっとずつ丸く仕上げていきます。ついたかなあとはここも、ここもここもつけなきゃね。あ、ちょっと。今年1年間ね、私いろんなこと考えたんですよ。なんかこのチャンネルを作るときはね、つまみ細工っていうものが、例えば、 私が知っている知識は私が死んじゃったらもうなくなってしまうんですよ。それを誰かに伝えることによって少し長く後の世に残る。ね。だからそういう意味もあって誰かに伝えることができたらいいなってそう思って始めたのがこのチャンネルの起源だったんですけど、うん。なんかそれだと たくさんチャンネルあるしね。まあ、全部がどこまで生き残っていくかなんてわからないんですけど。でも、それだと、私が作ってる意味ってどこにあるんだろうみたいな <laughs>。うん、なんかやり方ビデオだけだったら、ね、誰でもできる。いや最初に目指していたのはまさに教科書みたいなビデオだったんですけど、それだと、 私がどこにも存在しないなって思っちゃったんですよね。ここの YouTube の場を借りて、まあ、最初はもうつまみ細工の何かを残していこうだったんですけど私がここでっていうそれをどうしたらいいんだろうっていうのをね今年はすごく考えた一年だったんですよ。私にしかできないこと私がいたからできたことを ここに残すってすごい難しいなって。なんかそんなことを考えながらね、今年いろいろ過ごしてたんですよね。で、このチャンネルの最初の方に作ったビデオなんですけど、このチャンネルに訪れる方、すべての方に知ってほしいことって、まあチャンネルのトップに貼っ付けてるビデオがあるんですけどね。まあ、それを見た方々で、 よく言われるのが著作権のこと。真似していいよって言われるのがすごいびっくりしたっていうことを言ってくださる方がすごく多いんですよね。でも、うん、なんだろう、今こういう時代だからね、なんか著作権っていうことが一人歩きしてるような気がするっていうのが率直な私の感想なんですよ。 あっちでもこっちでも著作権って言ってるから自分も著作権って言っておこうって思って安易に著作権っていう言葉を口にしちゃってる人もたくさんいるんじゃないかなって思ってるんです私はねなんかこのこのデザインは誰かのデザインを真似してることになるんじゃないかって言っていろんなところを調べたり著作権どっかで設定されてないかなって調べたりあるいは この作品が好きで、この人のが好きで、本買って同じように作りたいと思って頑張ったのに、後ろの方に著作権っていうことが載ってて、じゃあ自分で作ったものは、全否定されちゃうような気がするっていうか、自分の作品じゃないのっていうような気がするっていうか、そういう悩みを持つ方もすごく多いと思うんですよね。でも、私はね、なんか作品作りながら悩むんだったら、この記事って、 どうやって使おうかなとか、この台につけるブローチ、どんなブローチにしようかなとか、桜を作りたいけどどうやって桜を表現しようかなとか、なんか誰ちゃんにあげるものを作りたいんだけど、どうやったら喜んでもらえるかなとか、そういう方向で悩んでほしいなって、私はそれをいつも思います。 なので、なんかね、著作権で悩んでる方って、その時間がすごくもったいない時間じゃないかなって、私はいつも思うんですよね。私がチャンネル作った時の、ね私がこのチャンネルを作った時に、ずっと最初から思ってることなんですけど、うん。折り紙の鶴って、みんな、 知ってますよねあ、これ折り紙の鶴だって。ね折り紙の鶴って、まあ、ほとんどの方が折れますよね。じゃあ、その折り紙の鶴って、誰が作ったんですか、最初。誰も知らないんですよ。誰も知らないけど、すごい長い時を経て、 今この世の人たちも知ってるし作ることができる私ねそれがすごく憧れている伝承の形なんですよね。これがなんだろうこの折り紙の鶴は何時代にいた誰さんが作ったものですっていう伝承のされ方じゃなくてどこで発生したか誰が作ってたかもよくわかんないそういう伝承の仕方をされててそしてみんなが作れる。 誰がっていうことじゃなくて、折り紙の鶴がが主役になって、後の世に残ってる。私はその残り方って、すごい尊いなって思うんですよね。なんかそこに、今のように、これは私が考えました。これには私の著作権があります。確かに、すごく必要な考え方だと思うんです。 まあこういう時代だから簡単に真似されちゃうし模倣の販売っていうのもたくさんあるしここを作るまでっていろいろ作った方はねあの失敗したりとか苦労したりとか生地も相当捨ててるだろうしね失敗して繰り返して思うように作れなくてで出来上がるまでにはやっぱり相当な苦労と時間があって出来上がってる。 まあ、これ一個作るのは一時間じゃんって思うかもしれないですけど、そうじゃないんですよ。ここができる技術を得得するまで何年もかかってるっていうことなの。それがあって、これができるから、その人にとっては一時間ぐらいしかね、制作時間はかかってないかもしれないけど、それを習得するまでの時間って膨大な時間使ってるんですよね。それがあって、ようやくできたもの。それを、 全然違う人がね、あたかもその人が考えていたように表現されて、そしてすごい安く売られてて、そんなものを見ちゃったら、やっぱりいい気持ちはしないなって、そういう人もたくさんいるなって、私は率直にそう思うんですよね。実際私も経験はあります。目の前で、なんか、すごい気に入った風な、ね、そんな感じで買われていって、で、それを、 ババラバラに分解してててどうやって作っ作るのかの研究されたりとかね、うん、なんかそういうのってえせっかく誰かが使ってくれるって思って作ったのに壊されたんだっていうショックがすごく大きかったんですよね。えなんでそんなことするんだろうって作り方聞いたらいくらでも教えてあげるのにって私は思ってたんですけど多分その方は聞いたって教えてくれるわけないやって思ってるじゃないですか。 でもねこっちの作った時の気持ちとかなんかそういうものって変われる側はあんまり関係ないんだなっていうのをその時にすごく思ったんですよね。だけど同時にどんなにその人が私の作った作品を分解して。 構成調べていろんなことを研究しようとしても同じ作品は絶対作れないなって私思ったんですよその時わかるかなそこれを例えば誰かが手に持ってってねじゃあどうやって作ってるのか分解してみようって思ったとしても同じものは作れないんです それが分からない人たちっていうのがすごくたくさんいるんだなっていうのは、その時思いましたね。で、うんとちょっと見てほしいのは、まあ今これね、後ろのボンドが乾くまでの間、ちょっと違う写真をちょっと入れますね。これをぜひ見てほしいんです。いきますよ。はい。とこれは私が作った虎です。<laughs> 悪大感<漢>風 <laughs>。 かわい,いでしょ <laughs> で先日ねこれをねサークルの皆さんに作っていただいたんですよねそしたらほらこうやってねみんなそれぞれいろんな虎を表現しています歌舞伎役者みたいだったりとかね徳川さん吉宗さんみたいな凛々しいお殿,さお殿様だったりとかねすごいかっこいいお殿様でしょみんな。 私のようにひょんぞり返ってる拡大感じゃないんですよ。<laughs> みんなそれぞれ作っても同じ作り方なのにこんなに個性が広がるんですよね。ね。こうやってみんなで作ることでここにいろんなストーリーが生まれていくっていうかね。なんだろう。素敵でしょなんかこういう世界が広がるって。で、それがまた広がっていくと思うんですよ。 ね、私が見ている範囲で作った方々でもこれだけ生まれるの。私のビデオを見て知らないところで作ってる方々にはそこでまたいろんなストーリーが生まれていていろんな作品ができてるわけでしょなんかね、そういう広がり方ってすごい素敵だなって私は思うんですよね。で、ちょっとこれを見てほしいんです。わかりますか袴履いてるんですよ。 <laughs> すごくない <laughs> ねあの、私が教えたのは虎の作り方です。でも、彼女はそれに袴を履かせようと思ったんですよ。ねえ。袴を履かせるなんて私ね、思いつきもしなかったんです。すごいアイディアだと思いませんかねえ。 これを思いついたのは、彼女が今までいろんなものを見て、触って、彼女もいろんなものを作る人だから、それを作ってきた経験があって、このアイディアが生まれるんですよね。私にはできないんです。それは、彼女が生み出した彼女の作品なの。ね、ここに、 私の著作権なんてないですよ。全く。だって、彼女が自ら生み出したんだもん。教えたのは確かに私。教えたのは私。だけど、私の著作権は未人もありません。ここには。彼女の作品、彼女の力100%。ねこっちも見て、こっちの狐さん。はい。狐さんも、ほら、 私が作った小狐のおひなごっこっていうのがあるんですけれど、この小狐のおひなごっこっていう、そのビデオを見て作ってくださった作品なんですけど、見てみて、証券で作ったおひ、おひなの狐。ね、狐のなんか怪しさというか、ね、妖怪チックな感じっていう美しさ、怪しい美しさがりんと出てますよね。で、こっちはほら、ね、ほら、 変化できたっていう子供っぽいドヤ顔がね <laughs>、愛らしいでしょ <laughs> どっちもすごく個性的だと思うんですよ。ねこうやってそれぞれのストーリーができていく、楽しみながら作ってくださる作品って、こういう素敵さがそこに備わっていく、これが作品なんですよね。最初に作った私のビデオ、 そこに入っている私が作った私の狐には私の著作権はあると思いますよ。でもそれを見て、それを同じように作ってくださったこちらは、作ったその方々のいろんな楽しい時間、こうやったらいいんじゃないかな、こうやったらもっと可愛いかもしれないなっていう、そういういろんなものがあって初めてこの作品になってるの。だから、これはそれぞれの方々の 著作だよね。わかるかなもう一つね。この梅。この梅。この梅。梅ね。私が作った梅。同じものを、これはね、90歳の方が作りました。90歳ですよ。すごいでしょ私の梅よりも、花びらが丸くて柔らかくてふんわりしてます。これは、 彼女の90年間の経験値がここにあります。この方もいろんなものを作る方で、私が知らない手芸とかもいっぱい経験してきてる方。そうやって培ってきたいろんなものができ、ここに入ってるっていうこと。私が今教えたつまみ細工は、ただの作り方を教えただけ。この花びら一つ一つには、彼女の90年の経験値が詰まってできてるの。そして、 花になってるのだからこの梅の花自体は彼女そのものなんですよ見比べても全然違うでしょそれぞれの作品ってそうやって生まれてくるものだと思うんですよねいや何もすぐパッと作ったものだからって言うかもしれないけれどそのパッと作るものっていう中に今まで培ってきたものが全部入るんです だから今私がこうやって作っているものたちもパッとこうやって作っているけれどこれは私が今までずっと積み重ねてきた経験値があってここでできてるっていうことだからこれは私の作品これを見て今手元で作っている方たち他の手芸をずっとやってたかもしれないし全くそんなことやったことない初めてっていう人たちもたくさんいる つまみ細工っていうものに憧れて何を元に勉強していいかわかんなくてここにたどり着いた人たちもたくさんいると思います。ねゼロから出発してるんですっていう方たちもたくさんいる。ねそれぞれの今の自分の等身大のものが目の前にあるっていうこと。それは自分自身なんですよ。だから、それは自分の著作です。私には何の権限もない。 私はそこにみじんもありません。記事を提供したわけでもないし、作り方をこうやってただ作るんだよって言っただけ。もしくはこうやって喋ってばっかりいるものを見てる人たちは、作り方も教えてもらってないよね。<laughs> ただ、ラジオ代わりに聞いてただけっていう人たちもいるかもしれないよ。<laughs> そんなのが何にも影響しないでしょ。<laughs> <laughs> うん、だからそこに私っていうものはみじんもないんですよ。でもここで私がこのチャンネルを作って動画を作ることでその作品が生まれたっていうさっきの鶴じゃないけどどこで誰が作ったか分かんないものが後世に広がっていくっていう広がり方をするんじゃないかなって思ったんです。ねだってね <laughs> みんなそうだと思うんですけど、ああ、こういうものを作りたいなって思った時に参考になるものを探しますよね。例えば、梅を作りたいなとか思った時、本見て、講習受けて、ネット見て、動画見て、で、どんな風に作ってるんだろうって、それらを真似したりとかしてね、最初はね、してオリジナル風に変えていったりして、そして、 販売できるようになったり、見て見てって言ってネットに載せたりとか、いろんなことするじゃないですか。ねそのために、みんな本買ったり、動画見たり、ネットでググったりするんでしょだから、本に載せるとか、講師をやるっていうことはもちろんだけど、SNS やネットに載せるとか、動画を作るとかっていうことは、もう同じものがどっかで生まれるっていうことを、 自分が覚悟する必要があるんですよね。例えば、こういう梅を作りましたって。一コスのちりめんで作ってます。花茶つけてます。二枚重ねてます。丸つまみです。っていうのを言っちゃって作れば、同じものは見た人が必ずどっかで作ってます。ね。こうやって出すだけでも作れる人たちは、あ、何で作ってるかなっていうのがわかるようになる。だから、 うん著作権っていうものを主張する。真似しないでっていうことを言うんだったら、人目に出すっていうことを避ける工夫が必要なんですよね。だって、こうやって出しちゃったら、今こういう世界だもん。必ずどこかで形が同じものっていうのは作られてしまう。ね、人目につくっていうことはさ、ああ、これいいなって思ってもらえるチャンスをこっちが狙ってるっていうことですよね。 <laughs> だって、売るっていうのはそういうことでしょああ、これいいなって、誰かが思ってくれて、その誰かが買ってくれる、その一人を探すためにネットで売ってるんだよね。ねこの近場でなんか、ハンドメイドの委託のボックス借りたりとかさ、そういうところよりもネットの方が効率がいいなって思ったから、そういう風にして、うん、あの、売ろうかなって思った で要はこっちがそういうチャンスを探すために展開しているっていうことですよね。だからいろんなものを受講して勉強したりとか誰かの作品を買っていいなと思って眺めてたりあるいは作り方の動画を見たりとかこっちが、うん、人目につくところに出していっぱいの人に見てもらってその中から誰かが 買ってくれたらいいなっていう、その一人を探すためにそういうことをしてるっていうことでしょ要は、たくさんの人の目に触れるように拡散してるっていうことだよね。でも、そういうふうに、こっちが望んで出したものを、必ずしも買いたいものを探している人たちだけが見るっていうわけじゃないじゃないですか。ね。 うん、相手がどういう思いでこっちの作品を見ているかっていうそこをコントロールするっていうことは難しいでしょっていうかできないよね人の気持ちなんて動かせないんだからだからぶっちゃけうん著作権がっていうことを言う人たちは出さなきゃいいんじゃないって私は思うんですよ自分だけでそれを眺めてみるとかね有料で個展をやってそこだけで展開するとかねわかるかな 著作権を歌うっていうことは、その作品を守る努力をするっていうことも同時に必要なんですよ。ね、真似されるようなところに安易に出さないとか。ね、そういうことってものすごく必要なんだけど、本来はね、それをしてますかっていうのも問われてくる。それをしないで、ネットに出しました。ね、本出しました。講師やってます。 同じもの作らないでねっていうのは、それはそもそもの著作権っていうところからは私外れてるような気がするんですよね。だってよく考えてほしいことがあるんですけれど、私たちだって同じようなことやってきて今あるっていうことですよ。わかるかなつまみ細工自体が、まだ乾かないかな <laughs>。もうちょっと喋るね。つまみ細工自体が、江戸の頃から職人さんたちによって、 現代まで繋がれてきてる。そういう技術ですよね。親から子へ技術の継承して、繋いできて、まあ、師匠と弟子っていうのもあるかもしれないけど、その、そこだけの製法を守って、自分たちでそれを作って、守って伝えてきて今までいるんでしょねえ、職人さんたちって作り方を教えたりとかさ、 インターネットで何か公開したりとかさ本出したりとかしてないよねお客さんたちが求めるものを延々と作ってるんですずっと望まれるもの売れるものそのままずっと作ってるのその技術っていうのは自分のその屋号を継承する人たちだけに教えていくそういう世界でしょ他の人たちに教えたりはしないんだよね だから、その作り方なんて、そこに関わる人たち以外は誰も知らないし、そういう中で守られてきているものですよ。そこにはね、著作権ってあると思うんです、私。わかるかな私たちはさ、まだ、これやって、何年とか、何十年とか、十何年とか、そんな感じじゃないですか。 ねそれを、じゃあ、後世に伝えるだけの覚悟はありますかって。あなたの作っているものを、その著作権を主張しているものを、作り方を次の代の世代まで、その人がまた次の世代まで残していく覚悟はありますかって。そういう覚悟があって、初めて、 伝承できるもの伝統として残れるものその覚悟があって職人さんだよねその重さって全然違ううと思うんですだから著作権を設定して守るっていうのは本当に今まさにね私たちが踏み荒らしてしまったこういうつまみ細工の職人さんたちだけじゃないけども。 そういう職人さんたちの仕事って本当に守るべき尊いものだと思ってます。時代超えて残ってきてるものってなくしちゃいけないものだと思ってる。そして安易に私たちがそれを真似ていいものだとも思ってないし、私は。その中に入っていいものだとも思ってないです。重さが全然違うから。だってこうやって私が一個作ったここに 私が培ってきた数十年っていうのが入ってるよ。さっきの彼女の90歳のも、彼女のもね、90年っていう歳月がそこに入ってるよ。でもそれがなくなって、次の方も何十年ってそこにつぎ込んで、また次の方も何十年ってつぎ込んで、それを代々ずっと継承してきてるっていうことですよね。つまみ細工始めて何年です 十何年です。だからもうプロです。著作権設定できます。っていうものとは重さが全然違います。職人さんたちはネットに出したりとかそういうことをするわけじゃなくてもう黙々とずっとそれをずっと続,い続けてるものをただ作って継承していってそして販売しているだけ。 私たちが確かかに、ね、踏み荒ららししててまってるから、まあ、新しいことしないと収入にならないからね本出したりとかネットに出したりとかもする方も出てくるかもしれないしでもそれって時代が変わってきてるから生き残る一つの選択として当たり前になってきちゃったのかもしれないけどちょっと残念だなとは思ってます。でもも私たちが言っってていいる著作権っていうものと そこに入っているものは全然違うんですよねさっきの方のことも言いましたけど自分がここにあって自分の作品になるんだよって私が作っているものと他の方たちが作っているものとは全然違うものだっていうことでもそれは作品だから職人さんたちって同じようにその何十年何百年っていう重さを背負ってると思います ね、こっちが例えば売りたいって思って拡散しているもの、ね、教えたいって思って作りたい人を募集しているものそれらは必ずしも買いたい人や作りたい人が見てるっていうわけじゃないですよね。人人はいいろんな人がいます売りたいと思って出しているもののデザインを見てあ自分もこんなの作ろうって思う人もいる。 ね、教えたいって思って純粋にそう思ってただけなのにその技術だけを取って自分で売れるようになろうって思ってる人たちもいる。ね、職人さんたちは使ってくれる人たちだけにしか売ってないですよね。わかるかなね、オーダーされて作ります。ね、専門的にここにしかおろしません。ね、そういう世界で生きてきてるんですよ。 私たちみたいにパッと拡散して誰か買ってくれないかなっていうことではないんです。もそもそもそのやり方も重さも全然違うっていうこと。私たちが今やっているネットに載せた、ね、動画に載せた、こういう方法っていうのは私はネットに載せたいから、見てほしいから、私はこの作り方を教えたいから動画にしたの。それは 私の自由なんです。こっちの自由なんです。ね。売りたいからネットショップにあげた。もっといっぱいの人に見てもらって売れるチャンスを伸ばしたいから SNS に投稿して拡散してる。ね。教えたいって思ってるから教えてる。それは自分の自由なだけ。自分の意思っていうことでしょそれを相手がどう受け止めるかっていうのは 相手の自由なんですよ。そこは自分の自由にはならないの。作品を作るっていうこと、それを出す自分の自由だっていうことと、相手がどう受け止めてどう展開するかっていうのは、自分にはコントロールできない。もう本当に自分には全く自由にならないこと。でしょ <laughs> そこを、こういうふうに思わないでとか、こういうふうにしないでっていうのは、 私ははちょっっととまましいと自分では思ってます、まあ、違う考え方もあると思うし実際嫌な思いをしたり困ってる思いをしたりしてる方もたくさんいるのは知ってますだけど私はそうは思ってない違う観点でこの動画を作ってますこのチャンネルを作ってます私はいいなって思ってもらえたらそれ以上は相手に相手の領域っていうか自分がもう入ることができない相手の ところでしょ <laughs> なんて言ったらいいの相手のところ。うん。うんと、相手の心だったり、相手のいろんなものだったり、なんて言うんだろうね。そういうことなんじゃないかなって思うんですよね。だって、うん、例えば、個展しかやってない人とか、自分のやり方を守りたいから、知ってる人たちだけに口コミで販売してる人とか、もう映像とか一切出してないんだよとか。 そういう人たちが著作権っていうのを主張するっていうのはまあありかなとは思います。でも SNS とかにバンと出しておって不特定多数の方が見てどこでどんな風に拡散されるか見られていくかもわかんないその状態で著作権っていうのはあ,ある意味私は歌えないと思ってます。だって自分のその著作であるものを守るっていう最低限の努力をしていないから。 著作権っていうものを主張するのであれば、私はその著作に対して守る必要があるって思うんであれば、そこを努力しなきゃいけないと思ってるんですよね。うん。まあ一概にそれだけとは言えないけど。ただ、一番大事なのはさ、<laughs> あ、いいなと思って愛に真似する人が多すぎるっていうことだよね。<laughs> ここはね、確かにね、すごいなと思っちゃうのね。まあ日本だけじゃないけれど。だからそういう時にもね、相手への敬意を忘れないっていうことも確かに大事だと思うんです。例えば自分で販売にするにしてもさ、なんとかさんっていう人の本を見て、すごく綺麗だなと思って、 作りたいと思って真似たんだけど、全然真似できなかった自分の作品なんだけど、いいみたいな、<laughs> そういう思いを伝えてみるとかさ、この人が大好きなので私の作る作品はこの人風になりますとか、なんかそういう自分に、自分がそこまでね、作れるようになった、そこまで影響をしてくれた人。で、それって確かになんかその人のことを受講したわけじゃないかもしれないけど、自分にとっては先生でしょ そういうういいい人たちにとっっってててののもがななんだなって結局著作権っていうちょっと悲しい言葉で設定しなきゃいけないのはそういうね敬意がないっていうそこに尽きるんじゃないかなって私は思ってるんですよねでも同じことをさ私たちもつまみ細工っていうものを広めていく中でさ 今ハンドメイドのマーケットとかでいっぱい出しちゃってるけどね同じようなことを私たちは職人さんを相手にやってしまったっていうことなんですよね職人さんたちが作っているものそれをなんか同じような構成で作ってる例えばかんざしだったりとかねそれを 結婚式で使えますとか七五三で使えますみたいな、そんな感じのものをたくさん作って、あ、それが悪いっていうことじゃないよ。それをたくさん作って職人さんたちの価格よりも安く出しちゃって、目につくところに出しちゃって。それだけで職人さんたちの収入って減るわけですよ。ね。中には自分はもうすっごい長くやっててすごい上手になったので職人さんたちと同じレベルの値段つけてますっていう人もいるかもしれないよ。でも、背負ってるものの重さが全然違うので、 根本的には全く違うんです。そういうところが相手への敬意を大事にしていないっていうことでしょ同じことしてるんですよ。自分のやってることはそうやって職人さんたちのところを踏みつけちゃった。でも自分は自分のところを求めてくる人たちに対していや著作権あるから真似しないでっていうのはちょっとそれは おかしいでしょ自分も敬意を出していなかったんだからさ。経費のないことされるのはもうね、流れとして当然というか。だから、自分が自分に影響してくれた方たちを大切に思えば、自分のところにもそういう方たちがたくさん集まってきてくれるって私は思ってるんですよね。本当に守るべきものっていうのは、伝統の重さを背負ってね、何,何十年、何百年って、 ずっとこう細々と続けてきてくださってる職人さんたちの世界。ねじゃあ私たちは何ができるんだろうってそういう話になっていくじゃないですか。乾いたからそろそろ次行くかな。<laughs> ずっと喋ってた。よよし。これをちょっとだけね。曲げて。 ここにつけるんですけど、また接着の時間があるからね、またちょっと喋っちゃうかな。ここにつけるときに、これ浮くじゃないですか、こうやって。ねだから、この面に対して、まっすぐ。ここね、ポコポコさせちゃうとつかないので、全面、なるべくつく面積が大きくします。よいしょま、あ適当に切っちゃうんだけどね。<laughs> 多すぎるよねね私もねこ,ぐらいかなこういう感じで,でこの時に引っ張り強度とかねさっきの衝撃の強度とかあったでしょ今ちょっとこの木工用ボンドでつけますけどレジンとかでつけてもいいよ で本当に強度を増したい方、これはねハナラボでお話しします。めちゃくちゃ強度を強くする方法をハナラボで教えます。でここを抑える必要があるので、よいしょ。クリップの登場。 あ横に向けてもいいし、接着はね、こうやって縦に向けてもいいよ。どっちでもいいです。好きな方向に向けて接着をするんですが、この接着するときは、一回押さえたら、完全に接着するまで、絶対これを動かさない。だから、最初につけるボンドは、ちょっと薄く、薄くしといた方がいいです。見えるかな こんな感じ。で、またちょっと置いときます。で、なんだったっけ。あ、そう、私たちができることって、すごく重要な仕事があると思うんです。あのね、こう、伝統を守り続けてきた職人さんたちって、これから先も続けていってほしいって私は思うんですよね。っていうかもう誰も真似できないから。今から数百年後、 ね何世代も超えて自分がそれを教えていくっていうことはさ今からのことはできるよでも私たち今よりも前のことってもう伝えられないんですよ今より前のことを伝えることができるのは今残ってる職人さんたちだけなんですだからその方たちにはねもっとこれよりも長い世代ずっとずっと未来までも残ってほしいって私は思ってるんですけれど 私たちがそこに介入したらできなくなっちゃうでしょだから私たちはさ、あの、同じことをするんじゃなくて、つまみ細工っていうのを作ってる人たち全員、あるいはつまみ細工っていうものを知ってる人たち全員が一緒に取り組んでほしいことっていうのは、こんなに つまみ細工ってすごいんだよってこんなにかわいいものがあるんだよっていうのをつまみ細工を知らない人たちに教えてあげることそのために目に触れるところにどんどん作品を出してこのこれは何ってつまみ細工って言うんだよってそれを教えてあげることこうやって作るんだよっていう基本的なことを教えてあげることそうやって つまみ細工っていうものがある。つまみ細工ってすごい可愛いんだよって、こうやって使うんだよ、こうやって作るんだよっていうことを知らない人たちに教えてあげること、全体を盛り上げていくこと、そして、まあ、すごいものがあるんだなっていうところで、職人さんたちのものにたどり着いて、それを購入する方も増えていくと思います。だから、そこを盛り上げるようにしていく、つまみ細工っていう世界を いろんな人たちにおし知ってもらうためにそれぞれが活躍していく活動していくっていうことは私たちにできることだなって私は思っています。そうやって住み分けをすることやっていく方向性を変えることそれで職人さんたちも私たちもかぶらないでいけるんじゃないかなって思っててそこはすごく大事なんじゃないかなって思ってます。 技術もそうだし、伝統力って言ったら、あれだけどね、<laughs> まあ、覚悟も、残していく覚悟もなくて、職人さんたちと並ぶっていうことは絶対にできないし、そんな失礼なことなんて考えてもいけないと思ってます。まあ、努力っていうのはね、みんなしてると思いますよ。一生懸命頑張って今もあると思うし、ね、だけど、時代を超えて残していく努力っていうものと、今私たちがやっている作品を作るための努力っていうものは、 全く違ってて、その努力を、まあ、同じ努力、頑張ってることは頑張ってることで同じなんだけど、同じ重さとは私にはとっても思えない。折り紙のつるってね、みんな知ってるじゃないですか。かごめかごめの歌もみんな歌えますよね。ここから先のすごい遠い未来に、布で作る花、つまみ細工っていうものがあって、 みんなそれ作れるんだよって、そういう世の中になったらいいなって思います。この花はこうやって作るの、これはこうやって作るんだよっていうのをみんなで教えやっこして、でも、その中ですごいアーティストがいたり、ね、職人技を持って活躍してる方がいたり、ね、そういう方々が生き生きとしている世の中が遠い未来にあればいいなって思います。 その中それを作るためにはねやっぱりこう自分がっていうことではなくて広く伝えていくことっていうのはすごく大事だと私は思っていて私はだよ私はだよみんなじゃないと思うよもちろんその中でも過去に嫌な思いをした方はねやっぱり自分の作品守りたいって強く思っちゃう方もたくさんいるから、うん、そういうのはもうその人たちの考え方と価値観と人生と 作品を作っていく中のいろんなことがあってそこに至ってるわけだからそれを否定してるわけではないですもちろん私だって考えたこともあったよねえだって買って壊されてさ研究されたっていうのをええー、って <laughs> 思っちゃったからね <laughs> うん,うんでもその中で考えた結果がやっぱり私は広く教えていこうっていうことだったんですよねみんな作りたいからやることだし 作りたいっていうそこに私は答えてあげればいいだけだって私は思ってるので、うん、こういうふうにやりたいこれが分かんないうまくいかないっていうのがあったらどんどんそれに応えていこうと思ってるしまあ知りたいこととかねやりたいこととかがリクエストあれば動画作っていきたいと思ってますしね、うん、そういうふうになんか、うん、世の中私がいなくなった後にもね もう本当になんか日本っていうものがなくなって地球が一個の国になった時でももしかしたらもうそこでしかない伝統の中日本では見たこともないような布だったり織物だったかもしれないけどそんなものでつまみ細工作られてたら素敵じゃないですか <laughs> そういうねそういうところもしかしたら宇宙人相手に地球が商売してるかもしれないようなそんなね地球のお土産はつまみ細工ですみたいな <laughs> ちょっと壮大だけど <laughs>。未来で、そんな風になったらすごいなって思うんです。じゃあ、そのつまみ細工誰が作ったのって言ったら、いや、日本っていう国が昔あって、そこで流行ってたみたいだけど、誰なんだろうね。知らないわ。っていうくらいでいいんじゃないかなって思うんですよね。その中になんか自分がっていうことを主張するのであれば、誰も真似できないような、自分の人生継ぎ込んだアートにすればいいんだし、それは、 たとえ分解して作りそれを構成をね勉強しようと思われてもそこにつぎ込んだ時間の流れっていうのは自分とは全く違うものだから同じ作品は絶対作れない同じ魅力は絶対にないんです自分が作ったものと同じものなんて他の人にはできないしその人なりの魅力っていうものは生み出せないんですねそれがあって初めてその人の著作ですだから うーん、そうだな。同じ悩むんだったら、著作権でモヤモヤしながら悩んで、そしてなんか自信のない作品になっていく。ね。で、なんかちょっと振り切れない感じの作品になってって、ずっとそういうのを何年も続けてしまうっていうくらいだったら、何作ろうかな。誰さんに似合うもの何がいいかな。 この布素敵だからどんな作品にしようかな何色の花作ろうかなとか。そういう悩みになってほしいなって思うし、それを解決するためにはさ、つまみ在庫、菊とか、つまみ細工桜とかでくぐるんじゃなくて <laughs>、菊を作りたかったら菊見ればいいの。桜作りたかったら桜見ればいいの。<laughs> たったそれだけなんだけどね。人の作品を見るんじゃなくて、花そのもの見ましょう。うん。 そうすると自分なりの観点とかが出てくるから。ね。みんな剣菊で、剣つまみで菊作るけど、私は菊を見てたら絶対丸つまみだと思います。うん。丸裏返した丸つまみで私は菊を表現する。で、ね、これは、菊、つまみ細工ってググってたら、剣菊しか出てこないから、みんな剣つまみでつまみ細工で菊作るんだって思っちゃうから、似たような作品になる。 でも菊だけをしっかり見ようと思って菊を自分なりに表現しようって思うと違う菊になってくる。ギ菊って言ったらあの花びら交差させてるねギ菊しかなかったけど私はギ菊ってそういうものだと思ってないから丸つまみと丸裏返しで羽子板の菊作ったみたいにああやってねしだれ菊みたいな感じで作りたいと思うし桜もそう。 その中に入る色っていうのを表現したくて、いろんな重ね使ったりもするけど、いろんなことができるんですよ。その人なりのものが。それは花から生まれます。人の作品を見ることじゃない。そこから離れて、うん。自然を見て、そこから自分がどうやって描いたイメージなのか、デザインなのか、それを作ることで、自分のオリジナルが出てくる。 まあ、作り方が分かんない、こうこう,うまくいかないなっていうのは、誰かに聞いたりとかさ、教えてもらったりとかさ、そういうのはあるかもしれないよ。でも出来上がった作品の時には、当たりされさえ助けてもらいましたとか、一言敬意があれば、お互い嫌な思いもしないで、その作品が展開できるんじゃないかなって、私は思ってます。だから、どうせ悩むんだったらね、誰かの真似って言われたら嫌だなって、そんな悩みをするよりも、 もうずっとこの桜を見てこの桜を表現したいなと思って頑張ったんだよって誰さんに作り方をちょっと教えてもらいましたとかそんなふうに堂々と言えるような作品作りができたらいいなって私は思ってますそのために私はこのチャンネルをこれからも展開していこうかなって今年1年かけて考え抜いた答えでしたなので今までは教科書通り教科書のような作り方で まあ、そう、なんだろう、ビデオ、動画の作り方がね、そんな動画の作り方だったんですけど、これからはなんかこういう思いとか、そういうのをどんどん発信していく動画を主に作っていくかなって思います。だから、作り方もご案内すると思いますけど、まあ、作り方の教科書ビデオみたいなのは、多分、花ラボの方でいっぱい出していくかもしれないですね。で、うんと、まあ、 ラジオ代わりに聞いていてただけるというか <laughs> だらだら見ながら作品を一緒に作りたいというかなんかそんな感じの動画が2022年以降は多くなるかもしれません、まあこんなことをしゃべってほしいなとか <laughs> そんなリクエストもあればまあどうか分かんないけど喋 <laughs> っていきたいなと思ってますのでよかったら是非2022年も是非見てくださいよろしくお願いします えー、もう、なんか、どうしよう。また、途中になっちゃった。まあ、ちょっと一回乾かして、後からまた来るね。はい、ただいま。えー、っと、<laughs> 乾かしました。乾かしました。はい。がっちり、くっつけました。でも、まだほら、ちょっと弱いでしょクラクラこれを、もっと強化します。 レジンある方はレジンでねそのままつけてもいいですよっていうかレジンがやっぱり強力かなで固まりかけのボンドをねつけるんですよそして平らにしておく平らにするこんな感じ でこのままだったら表面から見えてしまってかっこ悪いでしょだからこういうところにはほらこういうねこの間つか作ってつけなかったやつ <laughs> こういうのを入れてあげます何入れたらいいかな葉っぱちゃんでもいいけどなつぼみちゃんこれ入れるかこういうのもちろんここはパッチンするときに どうしてもお刺さるところなので、よっ、おいしょ。お刺さるって北海道弁会。<laughs> 北海道弁会って言って <laughs>。ここに、こうやって、入れてあげます。ここはね、針金で、しょ。調節可能です。こんな感じ。まあ、こういう隅っこの、こういうところにね、グリーン入れてもいいと思いますよ。こうやって。グリーン入れてあげるか。 こういう時はうんは、無理やりここにひっつける必要なくて、上に重ねていいと思います。なので、つけるのはこっちの表面のね、なんて言うんだろう。あ、触っちゃった。ここのところに、ボンドつけて、こっちにつけてあげる。どこがいいかなどこが使いやすいかなだね。こんな感じでつけて、ここにつけてあげるか。 完成まだちょっと緩いなんか寂しいかな。<laughs> でどんどん裏に貼っていっちゃう。<laughs> ここにこのままだったら裏が見えちゃうので見えないように貼ってもいいよこんな風に。 お子様とか使う時ね髪の毛濡れたりするとこの木工用ボンドとか手芸用ボンドって濡れたら溶け出しちゃうので髪の毛にベタベタついちゃうんですけど裏に1枚ねこうやって入れてあげることで髪の毛濡れてもボンドがつかなくなりますからこういう工夫もあってあげしてあげるといいかもね。なのではあなんかゆく年くる年ですね。 なんか今ね洗濯してきた買い物も行ってきたの <laughs> 動画撮りながら何しとんじゃいって感じだけど <laughs> まあそんなこんなな年末ですはい パッチンピンできましたよー。これで作るとここをパッチンしなくて、こっち側をパッチンするときに押すことができるので、お花が壊れることはなく、ずっと使うこと、長く使うことができるようになってます。あ、真ん中になんかねピースとかつけてあげてもいいと思います。はい、よかったらぜひ作ってみてください。かわいいでしょ。また来年もねいい年にいきましょう。 皆さん来年もどうぞよろしくお願いしますもしよかったらぜひねチャンネル登録をして末永くご覧くださいあと動画がいいと思ったらぜひいいねのボタンを押していただけるとすごく嬉しいですあとは感想とかコメントとか、えー、とこんなのを教えてほしいなとかなんかリクエストみたいなのがあれば遠慮なくどうぞコメント欄に書いてくださいそれでは本日もご視聴どうもありがとうございました